はい、小説火花を書いたですね、ピースの又吉さんが芥川賞という記事が出てましたね。本当にすごい才能ですよね。もうあまりにもすごすぎてですね、もう羨ましいとも思わないぐらい、次元が違うななんて思いますけど、とにかくおめでとうございます。小説っていうとね、なんか芥川賞以外にもいろいろありますよね。なんだっけ、ほらニュース番組はね、普通のニュースコーナーとかスポーツコーナーとか、あとほら、なお気象もありますってね。あ、そうだ、俺この後ね、ちょっと天ぷらうどん食べようと思うんですよね。どういうことかって、まあ小説は書けないですけどね、うどんぐらいは書き上げないとってね。ねずっちです。今日はねずっちの浅草芸人道行ってきます。